チャオ小百合真希です。今日は、この方に来ていただきました。桜木くんです。桜木くんというか、実は高校生の時ぶりなんですけども、僕が高校で極真空手やっていて、全日本大会で戦って、合わせ一本負けして、で彼が優勝しちゃいました。日本一取った男、あれ高校生だったんで、それぶりに来ていただきました。桜木選手です、初代タイガーマスク佐山悟の、弟子で、今現政権新陰流で師範をやってます、桜木です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここからの連絡をして、高校ぶりにちょっと YouTube 今やってるから、高校の時以来ちょっと戦わないっていう話をまあしていいよって話だったんですけど、今話聞いたら戦うのが怖くなっちゃって、いや僕はその先輩の浜崎くんからやこひのスパリングすごいっていうのを聞いてるの、さすがに僕また目が回りそうだちょっと心配だなっていうと、まあ、あの時は17歳とかそんなもんだったんですけど、今43、43、誕生日いつ？7月、あで44、7月で44、11月で44なんで、まあ、43歳、あの時は17歳か18歳だったんで、それぶりなのであの時より僕はキレがないですけど、菅井君は根性座ってるんで殺しに来るかもしれない優しいスパリングをやりたいと思いますんで、どうぞ見守ってください。高校生ぶりに、手を合わせるんですけど、1ラウンド目はキック、2ラウンド目はあの時の空手ルールでいきたいと思いますので、まずはキックルールでお手を合わせるこちらこそ光栄です怪我しないように頑張ります。次は空手です。空手怖いな。空手ルールなんて何年もやってるんですよ。
お願いします。しゃあ、その先のやっぱ駆け引きも、ああやっぱフィント通じない部分も、あその先に、ああこれまた一緒にやれたらもっともっと勉強ができるようになるし楽しいなっていうのは、いやあと25、6年ぶりに対してやっぱり存在感が全然違います。ありがとうございます。高校生の時をちょっと思い出してさあ行こうかなと思ったんですけど、やっぱりあの時と変わってるところもあるんですけど変わってないところもあって、ここからさらに踏み込んだらあの時みたいになっちゃうなみたいな感じがちょっとあったので、でも技術交流がめちゃくちゃ楽しかったです。そうですね、僕らも40代なので若手に対してはオーラでいきましょう。オーラといえばもう桜木やばいんで。でも今あれですもんね、若手とやってますもんね。そうですね、もうついてくるのいっぱいいっぱいですけど、やっぱり経験値としてはやっぱりもう他の若い選手、勢いのある選手には負けないんで、やっぱりもう高校時代からつながってるこの人ここまでやれてまだまだ先に行くぞっていう部分をまた若手たちに見せていきたいと思います。もうなんかこのままもう一人とかもう二人ぐらいいて二人でやっつけに行こうかなって、そんな気持ちになるぐらいなんかこれウォーミングアップができました。またそうですね、また僕の YouTube、はい、懲りずにいろんな方と戦っていこうと思うんですけど、はい、またお呼びしてもいいですか。いやもうぜひ喜んで、いや本当に今回こういうご縁をいただいてまたこれから40代楽しくなってきますね。なんかね、ライジン出てる選手からも僕に膝蹴り教えてほしいっていう選手とかもいたりとかいるんで、ち
一緒にやってみましょう。また一緒に行くの。そんな形で、今日は高校生ぶりに肌合わせて本当に良かったです。これぞあの拳で語り合うということができましたので、本当に幸せな時間でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。